5分でわかる本のまとめ。今回は期待の科学、悪い予感はなぜ当たるのかという本を解説していきます。最初に結論を言うとこうです。科学的に見てプラシーボ効果もノーシーボ効果もある。つまり私たちは良くも悪くも思い込みによる影響を強く受けている。というわけでこの動画では1、プラシーボ効果とは、2、ノーシーボ効果とは、3、スピリチュアルの効果という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、プラシーボ効果とは、薬としての効果を持たない偽薬を飲んだ時でも症状が良くなる場合があるというものです。これは薬を飲んだから良くなるという思い込みによって、実際に脳からオピオイドという鎮痛物質が出されることで起こっています。たとえそれが偽薬であっても、効果があると思って薬を飲むという行動が引き金となって、実際に体は私たちの期待に応えようとプラスの反応をするということ。ちなみにプラシーボとはラテン語で私は喜ばせるという意味です。このプラシーボ効果は薬を飲む以外の様々な場面でも現れます。例えばこんな面白い実験があります。この実験の対象者はホテルの従業員です。ホテルの従業員を2つのグループに分け、片方のグループだけにある表を配ります。その表は、ベッドメイキングをすると約50キロカロリー消費する。浴槽の掃除をすると約200キロカロリー消費する。というように各作業の消費カロリーがまとめられたものです。その後、いつも通りに働いてもらったところ、全く同じ作業をしていたのに、カロリー表をもらったグループの人たちは、体脂肪が落ち、血液の健康度が上がり、体年齢が若返るという結果が得られました。それに対し、カロリー表をもらっていないグループでは何の変化も見られませんでした。つまり、単に作業するのではなく、その作業が健康にいいものであると、ほんの少し意識するだけで、体の状態が変わったということです。このように人は、心の持ちようや思い込み、少しの意識の違いによって、とても大きな影響を受けているということです。ここからが今回、私が一番伝えたい内容です。それは何事もちゃんと効果を意識しましょうということです。例えばこのチャンネルでは、脳科学と心理学という2つの科学の観点から、運動や瞑想のメリット、効果的な計画の立て方、作業効率を上げる方法、ドーパミンやセロトニンなどの脳内物質を操る方法などなど、様々な知識を紹介していますが、もしこれらを実践するならば、ちゃんと効果を意識しながら実践しないともったいないですよというのを伝えたくて、今回プラシーボ効果の解説動画を作りました。この効果を意識するというのは、具体的には効果を言える、人に説明できるというレベルを目指すのがいいと思います。紙に書き出すでも人に話すでもいいので、言語化できるということが大事でしょう。運動や瞑想などについてのメリットをすぐに言えるというレベルまで意識できていることで、実際に得られるメリットを最大化することができます。では続いて2、脳シーボ効果とは。実はプラシーボ効果とは逆の脳シーボ効果というものもあります。これは何の効果もない偽薬を飲むとき、それに副作用があると思い込むことで、本当に副作用が生じてしまうことです。脳シーボとはラテン語で、私は傷つけるという意味。つまりまとめると、思い込みがプラスに働くのがプラシーボ効果、マイナスに働くのがノーシーボ効果ということです。このノーシーボ効果についても、薬の投与以外の様々な場面で見られます。例えば、サッカーのイングランド代表は PK 戦に弱いというジンクスがあり、何十年にもわたり PK 戦での勝率がとても低いです。スポーツ心理学者のゲイル・ジョルデ博士は、このことに興味を持ち研究に乗り出しました。ジョルデ博士が明らかにしたのは、やはりイングランド代表の PK 戦の弱さは、ノーシーボ効果によるものが大きいということ。選手たちは PK 戦になるとどうしてもジンクスのことを考えてしまう。そして、やっぱり今回も負けてしまうのではないかという悪い予感がちらつく。この悪い予感によって選手たちはパフォーマンスを落とす、つまり PK を失敗してしまうということです。もっと掘り下げると、イングランドの選手は PK の時、主審が笛を吹いてからボールを蹴るまでの間隔が短いのだそう。これにはゴールを決めるぞというよりも、早く PK を終わらせたい、早くこの場から逃げたいという心理が現れています。また、集まる期待が大きいスター選手であるほどこの傾向が強かったというのも面白い点です。以上のように、人は思い込みや少しの意識の違いによって良くも悪くも大きな影響を受けています。続いて3、スピリチュアルの効果。結論、パワースポットや神頼みとかのスピリチュアル系のものは、その力を信じている人にとっては本当に効果がある。しかし、神様なんていないじゃんみたいなタイプの人には効果がない。これはここまでの説明を聞いていれば納得してもらえると思います。要するに、パワースポットや神様の存在そのものは科学的でないけれど、それらを信じている人はプラシーボ効果という科学的な恩恵を得ることができるということです。このようにスピリチュアルは非科学的だけど科学的みたいな興味深い側面があります。
というわけで最後にまとめです。人は思い込みや少しの意識の違いに大きな影響を受ける。それがプラスに働くのがプラシーボ効果で、マイナスに働くのがノーシーボ効果である。同じワインであっても1本2万円と言われたら美味しく感じるし、数学が苦手というのはただの思い込みのせいかもしれないし、病は気からである。そして今回私が一番伝えたかったのは、せっかく実践するんだったらちゃんとその効果を意識して行うことで、その効果を最大化しましょうということでした。今回紹介した期待の科学についてはまだまだ紹介できていない部分が多いので、ぜひ読んでみてください。今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは主に脳科学と心理学の本の解説動画を火曜日と土曜日の午後9時を目安に投稿しています。動画投稿のモチベーションになりますので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。